こんにちは、ゆうこまくまんです。今回は今日から始める楽ちんリタイアメントプランとしてアメリカ不動産投資を活用した資産形成法、こちらを紹介させていただこうと思います。リタイアメントというのは誰にとってもとてもシリアスなトピックではあると思うんですけれども、今現在自分がどうしたらいいのか、自分の老後を楽に過ごせるにはどうしたらいいのか、こういったことをお話ししていきたいと思います。まずはプランをする段階で一番大切になるのが現状を把握しましょうということなんですけれども、仮に今設定させていただきましたけれども、あなたは例えば40代家族持ちでリタイアを65歳でしたいという希望があるとします。とすると65歳というのはあと25年あるんですね。ただもしもあなたが平均寿命まで生きるとなると、その後大体20年は生きてしまうわけですね。老後となると、生活費、医療費、もちろんお孫さんとの時間ですとか、やはりクオリティライフスタイル、こちらを形成していきたいと誰もが願っているのではないかなと思います。ただここで気づいていただきたいのが、あと25年で、トータル45年分の資産を貯めなければならないんですね。楽に生活していくには、そういったことになります。それではあなたはその準備はできてますでしょうか。ここで問題となるのがいくつかありまして、私たちの世代には、こういったことが考えられると思うんですね。もちろん、子どもの教育費、まだ大学を出てないお子様を持っている、40代ということはまだ大学を卒業してないお子様を抱えていらっしゃる方がほとんどだと思うんですね。それから、現在の、日本の状況を考えるといろいろと不安なことが、考えられます。そしてやはり最終的には、どうしていいのかわからないと、こういったところが、問題なんではないでしょうか。そして解決策として、今から、コツコツと、貯金したのでは間に合わないということがなんとなく想像できてしまうわけですね。そこで私たちが考えていきたいのが、お金にお金を生み出すシステム、これを作り上げることなんです。となるとやはり自分が働いたお給料、自分の体力はやはり限界がありますので、お給料だけでは賄っていけないとなると、考え出すのがこの投資なんですね。で、私がここで今回紹介するのは、ここで確実なと言ってますけれども、この確実な不動産への投資という意味は、私が思う確実性というのは、例えば不動産投資というのは大金を費やすものですけれども、例えば株のように翌日に経済状況が悪くなったからといって一気にその資産がなくなってしまうという危険性はないわけですね。で、結局はその費やしたお金というのはアメリカの場合は、物件によって守られていると、いうことが言えると思います。そして確実に自分が訪ねていける資産である、そこの前に立ってそのものを見ることができるという意味で、急になくなるという心配がないということで確実ということを言ってるんですけれども、私はそのアメリカの、たくさんの、良いシステムを利用して、こちらを資産形成をしていっておりますので、こちらを皆さんにご紹介させていただいているわけですね。まずここでは、逆算をマスターする、リタイアをしたい年齢などをまず決めていく、ゴールからこう遡っていく感覚ですね。まずリタイアメントの希望年齢を設定、こちらでは例では例えば、先ほどのように65歳と、その年齢への到達年数は簡単ですね。これは今40歳だったら25年ということになります。そして、その時リタイアした時にどのくらいの収入が欲しいのか、一応ここでは年収1200万と私は想定させていただいています。これは一応円で今のところ書かせていただいているんですけれども、年収1200万円。この年収は果たしていい年収でしょうか。ということを考えると、今のサラリーマンの方のお給料を考えると、この1200万円という金額が、自分にとって良いか悪いか、個人にも差はあると思うんですけれども、考えることができると思います。で、この金額を設定することによって、細かく、月にいくら収入があればいいのか、簡単に言うと100万円ということになるんですけれども、ということを逆算すると、不動産を何件所有すればその100万円が毎月稼げるかというふうに逆算ができるんですね。で、私たちの方でおすすめしているストラテジーをフォローすればですね、この10年間で、10件の購入物件を購入することが可能になるわけです。ということは、今のところこの10年で10件なので、25年ありますから、25年で25件とすると、年収3000万円になるわけですね。
ということで、私の方では、皆さんに私がよく言っているのは、1年に1件物件を購入してくださいということを言っています。これを言う話をすると、まず、まあ、英語で言うと too good to be true、 ちょっとあまりにも話がうますぎるんじゃないかと。ただアメリカにはその不動産投資家のに対してのベネフィットがたくさんあります。こちらを最大に生かすことによってその資産形成は可能になるんですね。まあそこでそんなの嘘なんじゃないかとか、疑う前にじゃあやってみたらどうでしょうかというのが、私の、考え方なんですね。でこちらを、数々 の、 そのアメリカ不動産の、不動産投資家の、ベネフィットを活用することによりあなたのリタイアメントは楽ちんに形成できると。これがアメリカでは可能なわけですね。実際に、どういうことなんでしょうか。例えば、リタイアメント10年計画をしたとして、まあ、その利点を最大に利用ということで、まずこの3つのポイントを、守っていただきます。現在の仕事が、まあ、サラリーマンの方であれば、10年間保つ、それから収入の 25% を貯金する。まずこれが自分にできるかどうか考えてみてください。もちろんボーナスも含みますけれども、それから、今から10年間、まあ、10年計画ですので、まあ、昇給したりすることもあると思います。ただ昇給した場合、その給料が上がった分、これは全部不動産投資に回す覚悟で、行くと。そういうことができれば、1件ずつ、10年間、物件を買い続けることができるんですね。そうすると結果、チャートを見ると、自己資金は、物件1件分のみと。ということで1件分で10件分購入することができるわけですね。ということで私の方では楽ちんリタイアメントというふうに呼ばせていただいているんですけれども、自分で出費する自己資金、こちらはトータルした10件分で見ると1件分に満たらない金額なんですね。あとはテナントが払ってくれますので、そういったシステムを築き上げることが可能になるのがアメリカの不動産投資なわけです。でまたこちらの情報など詳しいことが知りたい場合は私どものサイトに訪れていただくか、中にお役立ちライブラリーなどもございますので、そちらで資料を取り寄せることも可能ですので、皆さんも今後のリタイアメント少し考えていただきたいと思います。ありがとうございました。